さて、今日はですね、もう長いお付き合いになります落合シェフからのメッセージという、現場の生の声に僕がメロディーをつけたやつを聞いていただきたいと思います。今日はピノですね。落ち着きませんな。世間ではさざ波発言とかもありますけれども、聞いていただきましょう。落合シェフからのメッセージ。僕が大好きなラベットラな落合の、普段は温厚な落合シェフが珍しく怒りのメッセージを Facebook にアップされてました。その内容に痛く共感したので、歌に乗せて皆さんに拡散したいと思います。ずっと従ってきました。ちゃんと守ってきました。営業縮小、アクリルスクリーン、パーテーション、検温、アルコール消毒、時短、酒類提供停止、社員も週休3日全員減給。ところが政府の言うことを聞いてよかったと思えることは一つもありません。我慢をお願いされていますが、今後につながるならばいくらでもします。我々が営業しなければ感染拡大にはならないのでしょうか。本当にそうならばもう感染は去年中に収まっているはずです。それがどうでしょう。2021年5月9日現在、減るどころか去年より感染者は増えています。去年の3月には感染拡大を防ぐために真面目に自主的に店を閉めました。その後も何度も閉めました。国の言うことを聞こうぜって銀行に借金しながら、去年の今頃はこの我慢は来年のためになるし、オリンピックも楽しみでした。医療従事者に元気の出る美味しいお弁当と張り切って作りながら店の前に飛び出して、ブルーインパルスを見上げて拍手しながら涙してました。なのに残念ながらその後ポジティブな話をできるような事態は何も起きません。この1年全く無駄な時間を過ごしたことになる。国の対応が後手後手になってしまったからじゃないですか。国会の偉い先生とお役人方、我々にきちんと今の仕事を存続して生き残っていけるだけの保証の話をまずしてもらえませんか。我々が納得できる話し合いの場も持とうとせずに、感染拡大にも触れずに、人流は少なくなったなどとわけのわからぬ話ばかりしてる与野党の我々が選んだ政治家の皆様、密室でない場所で話を聞いていただける機会を作ってください。ところがいつも皆さんのお答えは、対策を立てているところです、早急に対処いたします、取り組んでいきたいと思っております、善処します、なんだかつかみどころのないごまかしたような言い回しばかり。あ、そうなんですか。それならよくわかります。先が見えてきましたので喜んで従いますという話を直接皆さんの口から聞かせてもらえないでしょうか。まずは安心させてください。不安を取り除いてください。ワクチンの接種も早急にスムーズに、望まれる方にはどんどん接種して全国民のストレスを減らしてもらいたい。私は皆様と早くマスクなしの素敵な笑顔でお会いしたいだけなので。